ャンネル。こんにちは。いやー、最近世間が、まあ、ロッテだとか楽天、はい、すごい騒がしてますけれども、騒がしてますけど、はい、僕が一番気になるのは、はい、やっぱ松井裕樹先発転向ですよね。もう私結構それも、はい、そうなんだってなりましたもんね、はい、だからあのだからこれ聞いた時に、はい、あの楽しみだなっていうのが半分、はい、もったいないなっていうのが半分、僕の心情は。だまずそのもったいないなーで言えば、はい、今西武が139セーブなんですよ、はい、で、あの今名球会入りは西武は250セーブなんで、はい、いわばあと111なんですよ、はい、でしかもまだ松井若いじゃないですか。若いですよ。何歳ですか。24歳でしょ、はい、っていうことは、で今年も38セーブ、はい、で去年が調子悪くて、はい、とか怪我もあったりで、でまあ33セーブで5セーブ38ときてるから、この 1,2,3,4 5年間50試合以上登板5年間して、はい、でほぼ30セーブ上げてるわけでしょ、はい、っていうことあと3,4年、うん、だから20歳じゃ30になる前に、はい、まあ怪我しなくて今のまま若いから今のままいければもう迷宮会入りほぼ確実なんですよ、はい、いやそうですよね、このままいけば、はい、だからいやもった迷宮会ってすごいじゃないですか、うん、あのだから僕よく世の中の人で殿堂入りと迷宮会とどっちがすごいんですかってよく聞かれるんですけど、あのまあ正直僕もどっちがすごいかは分かんないですけど、はい、一つの答えとしては殿堂入りっていうのは、うん、人が決めてくれるもの、はい、迷宮会は自分の力で取れるもの。そうなんですか。迷宮会は要は今だったらバッターだったら2000本安打、はい、ピッチャーだったら200勝すれば、あそっかそっか、絶対迷宮会に入れるわけですよ、はい、権利がそこなんで、はい、いわばそれは誰かの賛同が必要なわけでもなければ組織票が必要なわけでもなく、はい、投票されることもなく、自分がプロ野球人生の中で結果っていうことを示せば 100% 入れるわけですよ、はい、でも殿堂入りはいわば投票だったりとか、うん、人の話で決まるんで、はい、どうなったらなるのかっていうのが分かんないですよね、うん、はい、で人の感じもあるしタイミングもあるし、あのまあ自分の力だけじゃ取れないですよね、うん、っていう違いがありますって言ってるんですけど、はい、それを松井裕樹あと110だから30手前で迷宮会に、はい、今西武でいうと大魔神佐々木さん、はい、あと高津さん、うん、で岩瀬さんが迷宮会、はい、西武では入ってるんですよね、はい、そこにもう20代で4人目、はい、最年少でみたいな感じで入る可能性があるわけですよね、はい、うん、でもしくは藤川球児があともうちょっとで250セーブなんで、はい、藤川球児も入る可能性ありますけど、はい、もう名だたるじゃないですか、はい、ザ守護神みたいな。そうですよね本当歴史的に守護神として名前が残るわけですからね、うん、でなった時に、はい、僕だったんですよ、うん、それはもうやっぱり名曲が行きたいですよねいやいやそうですよね、うん、しかもやっぱりここまで積み上げてきたその抑えとしての自信もあると思うんですよ。そうそうで力もあるし、はい、これがね、うん、10とか20しか上げられなくてフラフラしてたらそれはあれですけど、もう絶対的な守護神としているわけじゃないですか、うん、はい、だからもったいないなって思う反面、はい、残りの半分の楽しみは、うん、でもやっぱりその、まあ、これはプロ野球選手じゃなくても何でもそうですけど、はい、自分のやりたいことやりたいですよね、うん、そのできるかどうかは別として、はい、自分のやりたいポジション、うん、このままもしその本当は多分松井家は先発やりたいでしょうね、はい、自分の中 でそれをその心を押し殺してな抑えてこのままやってきても、うん、まあ、結果が出るか出ないかは別としてモヤモヤ感が残る野球人生なんですよね。そうですね、確かに人生一回きりだからやりたいことに挑戦しようっていう、それはやっぱり、うん、ああまあそうだろうなっていう感じは、ね、だから僕は第三者だから、うん、いや迷宮会もったいないなって思うけども、うん、はい、本人からしたらそんなことよりも、うん、やっぱこの日本のプロ野球最高峰の野球の場で先発として自分のやりたいことをやってそこで輝きたいっていう思いは、うん、そりゃそうだよなって思うんですよねそうですね、はい、ただやっぱり楽天に入ってきた時から見てるとルーキーイヤーって先発やってたじゃないですか。それでやっぱりでもあまり先発としてうまくいかなくて、うん、
2年目からかな、抑えになったわけじゃないですか。一回そのうまくなかなかできていかなかったところにもう一回勇気を出してその迷宮界っていうのを捨てて戻るっていうその勇気もすごいなと思うんですよね。そうですね。だからその抑えにしたのも、昨日プロ野球ニュースでデーブ大久保さんが言ってたんですけど、そのデーブ大久保さんが松井裕樹を抑えにしたんですよね、はい、でその時に順天堂大学に小林先生っていう先生がいるんですよ。僕もお世話になってるんですけど、はい、でその先生が自律神経を調べた時に、はい、その人間って交感神経と副交感神経のバランス、どっちが優位かで生きてるわけです、はい、なった時に松井裕樹は副交感神経の方が優位なタイプなんですよ。でそれはなんか天才型って言われてるらしいんですよね、はいはい、で10人に1人とか100人に1人とかしかなかなかいないらしくて、ちなみに石川遼君も副交感神経の方が高いらしいんですよね、はい、副交感神経の方が高い人は常にリラックスしてるんですよね、はい、だからこの交感神経を上げなきゃいけないらしいんですよ、ね、そうなった時にこういうタイプっていうのはその守護神とかに合ってるらしいんですよ。だってすごい緊張する場面ですもんね、守護神って。そのほうがかっていうのがあるから、はい、そういうその科学的見地のもとで、その守護神にしたらしいんですよね。だからした時は何やってんだよ、そのまた変わったことやってるって言われたらしいんですけど、はい、そういうそのデーブさんは、そういう裏付けがあってしたらしいんですよね。でちなみに、僕もその先生のところで調べてもらったら、はい、僕も副交感神経の方が高い。ですね、だから現役の時って、はい、だからいろんなやってもらってお世話になって、はい、でやってもらったら、佐々木さん副交感神経の方が高いね、もうプレーしてても落ち着こうとかリラックスしようっていう考えはもう今後一切捨ててください、佐々木さんがリラックスしようとか落ち着こうって思ったら、もうそれは家のリビングで横になりながらテレビを見てる感じの本当のリラックスに行ってきた。本当にもう普段からリラックスしてるのに、はいはい、リラックスしようとすぎると、はい、こうやってやってる感じになるらしいんですよ、はい、もうそれぐらいの精神状態になるらしいらしくて、はい、そうなったら戦えないから、はい、もう自分にプレッシャーかけたり、はい、行く時は奮い立たせてグワッと上げて行く方がいいから、はい、よっしゃ行くぜみたいな気合を高めて行った方がいいんで、押し付けとか、はい、リラックスしようとか、はい、精神統一とか、そういうの混ぜてくださいって言って、あんまり緊張しないって言ってましたもんね。はい、だからそれを調べて、あんまあ、確かにと思って、だからリラックスしようと思ったことないです。どういう検査なんですか、それって。普通に簡易的にできるやつがあるんですよ、調べて。はい、やってみたい。血液検査とかなんかじゃなくて、はい、調べるのがあるんですよ、機械が。はい、それで、はい、ちなみにクリニックはね、はい、山道にあるんですけど、あ、そうなんですか、はい、はい、それで調べてやったらしいんですよね。そこがだからその先発になってどうなるかっていうところはデーブさんは心配してたんですけど、はい、あとはパワーピッチングなんで、そこをその抜いて投げる方法をこれからまあ練習していけばいいから、まあ楽しみではあるのと、はい、あとこの前迷宮界の議論で王さんが、はい、今後未来に向けてはその迷宮界に入る資格をちょっとずつ変えていかなきゃいけない、時代に合わせていかなきゃいけないっていう発言されてたんで、はい、いや僕もそれはもうすごい賛同してて、うん、だから100勝100ホールド100セーブも、はい、入れてあげた方がいいですよね。そうですね、はい、そういうところからでも入れるように、はい、そうすると上原さんとか、はい、あと斉藤昭雄さんとか、はい、あと大野さんとかもそれにかかってるんですよ。だから100勝100セーブ、そっか、上原さんとかも入ってないんですね、あれがすごくて。ああ、100勝100セーブも、うん、いや100勝100セーブもすごいじゃん。すごいです、すごいです。でも先発でもやって、はい、クローザーでもだから、はい、この100勝100セーブも、うん、その迷宮界の資格として新たにもし加わることがあったら、松井ももう100セーブしてるから、はい、先発に転向して100勝したら、はい、迷宮界入れていけるんで、そういう項目もね、だから迷宮界も新しいことをやっていこうっていうところで、うん、その200勝2002000万だけ怖がらず、はい、だからそういうのを作ってね、うん、裾野を広げていくようにするのはいい試みだし、はい、その抑え合った人の本当は先発やりたいっていう夢も叶えられるから、うん、はい、だからまあ時代も合ってきてるし、だからまあ楽しみであるっすね。そうですね、いやいや相当楽しみですよ。だって松井裕樹投手が先発行ったら楽天のローテーションもなんか超すごくないですか。やばいですよ、だって則本でしょ、岸で涌井でしょ、はい、で松井でしょ、はい、で今年石崎も良かったし、はい、
で石橋ですね。あ、石橋、はい、石橋も良かったし、はい、でまた酒井投手がまあどうなってくるか分かんないですけど、そうですね。であとあれでしょ、あの塩見とか唐島とか、いや、そういるんですよ。もういるし、でも藤平とか、はい、若いの。しかも去年最後の方に湯気って、あ、湯気で、湯気で、まあ安楽とかね、はい、楽しみだ。いや、めちゃくちゃいるんですよね。ちょっとどうなってくるんですか、先発ローテーション。すごいですよ、争いがね、はい、でまあまた松井もね、はい、そうやってみて、あんまり結果が思わしくなかったらまた戻ればいいし、そうですね、だから新しい挑戦だからいいですよね。はい、そうなったらまたハーマンもいなくなっちゃって抑え誰がするんだっていうのが話にもなってきて、でもなんか青山が抑えに名乗りとか、あとまあブセニッツ、あ、ブセニッツ、そうですね。あとあのよ、これなんですか、これ、そう、あ、そう、そう、ソンチャーホー、はい、もういいじゃないですか。そうですね、だからまあハーマンを多分戦力外にしたのも、はい、多分ブセニッツとソンでいきたいんですよね。あ、そこで後ろを固めていきたいと。あの、ハーマン入れれないじゃないですか。はい、だからはぶれちゃうから、はい、でハーマンとブセニッツが多分被るんで、はい、ハーマンを占領下にしたと思うんですよね。だからその教える方も、はい、ブセニッツはその感覚派で良かったんで、はい、その感覚を教えてたんですけど、はい、ハーマンはその賢いから、ちゃんとなぜこれをやらなきゃいけないのかとか、はい、なぜそうじゃないとダメなのかとかっていうのを、はい、事細かく理論だって喋らないと、はい、あの、納得してくれないらしいんですよ。なるほど。ブセニッツは気合とか気持ちとか、はいはい、そういう感覚的なことで納得してくれてたらしいですけど、はい、そういったところの面もあったりしてました、ね、なるほど。頭が良すぎてもなんかこう事情が生まれることもあるわけですね、はい、でもあとはキャラが被るんで、でまあだからね、占領界にしたらロッテが取って、はい、だからなんかロッテとね、はい、楽天がなんかいい、ね、だからロッテから涌井が金銭トレード、はい、で大地が FA、はい、で酒井が人的保障、はい、で楽天からは三馬が FA、はい、で人的保障で小野投手、はい、で戦力外で西巻とハーマン、はい、ハーマン、はい、の入れ替わり、はい、ね、3-4 で入れ替わりますよ。ちょっとこの話今からしますか、結構言ってますよ。今からしましょうよ、次回しようって。そうですね、はい、続けていっちゃいますか、はい、はい、まあ、だからよくなんか巷ではトレードみたいに言われますけど、はい、まあ、トレードじゃないですよね。そうですね、うん、だってあのトレードは涌井だけで、その FA もたまたま、はい、要は三馬と大地がロッテと楽天で入れ替わった、たまたまじゃないですか、はい、ひょっとして違う球団行ってたかもしれない、はい、で中で人的保障はそれに付属するものです、はい、でクビにした西巻とハーマンがじゃあロッテが拾えますねってなっただけで、別にトレードは涌井だけですよね。そうですね、はい、ハーマンも自由契約っていう、そうそうそう、だからさ、ってなった時にあの速攻性あるのはやっぱり酒井とか第一涌井とかの、はい、なってんのが速攻性は高そうですね。なんか3人とも、私酒井投手もすごいあのルーキーイヤーに活躍してたイメージが強くて、そうですね、1年目よくて、はい、あんまりで、はい、でもで中継ぎで頑張ってましたよね。そうそうそう、私すごく記憶にあるのが、酒井投手のルーキーイヤーに私は仙台でベンチリポーターをやってたんですけど、ああ、はあ、解説の方とか、まあ、先輩のアナウンサーが酒井投手の投げっぷりが素晴らしいってその実況で言ってたのがすごく記憶に残ってて、そうですね、だから1年目に先発で今年中継ぎで54試合投げてますからね、はい、でまあ、防御率はちょっと悪くて 4.37 なんですけど、うん、ホールドが20だから、はい、まあまあそこそこ頑張りましたね。いや、そうですね、プロテクトにこう漏れてたのが結構びっくりするぐらいで、そうですね、だから楽天としてはだから松井がもし前に行ったら、はい、酒井を後ろにはめやすいですよね。あ、そっか、で青山が後ろに行っても、はい、だからソンとブセリッツでしょ、はい、で高梨、うん、森原、はい、とか、そっか、森原投手もいるし、で青山、高梨投手もいるし、でもし青山も後ろに回したら青山のところに酒井が入ってくるかも分かんないし、はい、まあ、他のお金が入ってくるかも分かんないですけど、はい、そういったところで、うん、そのまあすぐこれから成長しなきゃいけないパターンじゃなくて、まあ、すぐ使える見込みはあるんですよね、はい、でまあ鈴木大地はレギュラーに出てくるだろうし、はい、多分涌井は先発要員で入ってくると思うんですよね、はい、でまあ牧田もね、そうだ、だから牧田は守護神っていう可能性もありますよね。あ、そうですね、はい、セーブでもやってたんで、はい、その可能性もありますけど、はい、まあ、そういったところの層の厚みですよね、はい、でロッテで言えば小野はもう2軍じゃもう無双らしいんですよ。いや、そう、2軍で2年連続成功を取ってますか。もう無双で力あるし、はいはい、でもまあ今年1軍ではほぼイニング数と自責点が同じ点数になって、はい、1軍ではまだ一皮むけてないですけど、その未来に向けては、はい、
すごい可能性と楽しみでもあるから、はい、それがうまく来年ハマったら、来年からでも出てくる感じはあるんですよね。うん、だからその、まあ、1軍と2軍の違いは言いましたけど、はい、あのその殻を破れるかどうかが、うん、まあ、勝負だし、その宇宙と地球と宇宙ぐらい違うわけですよね。それを宇宙に来れれば、はい、でもそのポテンシャルはあるんですよね。はい、だからそのだって地球上ではもう無双なんですか。いや、そうですよ。だから宇宙で呼吸できるようになれば、そうそうそう、ね、行けますよね。行きます、行きます。で、ハーマン取って、はい、でもハーマンとジャクソンが被るんですよね。あー。取ったんで。はいはい。だからそこで、で、チェンもいるんで。はい。で、要は、チェン、ジャクソン、ハーマンってなった時に、誰か一人落ちますよね。はい、うん、あ、そうですね。はい。で、今、外国人のやつがレアード、マーティン。はい。だから誰か一人落ちますよね。で、まあ多分もう一人ぐらい取るんちゃうかとは思いますけどね、はい、外国人ね。先発か、はい。まあでも数はいないより見た方がいいんで、うん、まあそういったところを、まあジャクソンもね、メジャーでは投げてますけど、成績残してないんで、まだね、はい、その、カープにいた時のジャクソンと今の能力かどうかまあわかりませんけど、そこの未知数があるんで、まあその保険で、まあハーマー取ったっていうところで、まあどっちかがね、最低でも活躍してくれれば、長次の層は厚くなるんですよね。そうですよね。まあ誰かがもしかしたら怪我するかもしれないし、本当に波がガーってきちゃう可能性もありますからね。だから楽天としては、見間がいなくなっても、その穴埋めを枠入れしようっていうところで、まあ穴も埋めてるし、松井の先発でも牧田の後ろにもあるからっていうところの、その全く誰もいなくない、なる感じじゃないんで、うん、だから ECGM もまあうまい感じでやりましたよね。いや、完全に穴なんかもう十分なぐらい埋まっちゃいましたもんね。うん、そうですね、はい。で、あとはその福田が入ってきましたもんね。でもまあこのあのプロ野球、昨日プロ野球ニュースで、はい、池田千佳さんが言ってたんですけど、はい、そのソフトバンクの時はあの相性のいい選手の時だけ使ってたらしいんですよね。だからその自分の得意な場面とか相性のいい時に使って結果残してて、で、まあ、1年間ほぼ出たことないから、それがあの対左とか苦手な相手になった時にどこまで活躍できるかは、まあ、彼にとっては勝負だねって言ったんで、まあ、まだ1年間そのレギュラーとしてやってないんで、まあ、未知数ではありますけど、はい、まあ、その足とかね、守備とかはもうあの結果が出るのはもう目に見えてわかるんで、はい、うん、そこが評価できるし楽しんでありますけど、はいはい、その打つっていうところでね、自分の状態が悪くても相手が苦手なタイプでもどこまでしっかり結果を出せるか、だからまあ荻野がね、今年全、はい、あの試合数しっかり規定打席立ってベストラインも取ったりとかして、その外野の層の中で、まあ、もしくはファーストセカンド、まあ、競争の中でどこを勝ち得るかっていうところの、はい、まあまあ勝負ですよね。そうですね。いやいや、なんかもう楽しみですね、開幕が。いや、来年パ・リーグやばいですよ。ソフトバンクにはバレンティン入って、はい、で、まあ西武とかも高橋コーナーとか今井とか、はい、あの今年ドラフト1位の松本とか、はい、その若い世代の、うん、あの多分ピッチャー陣の成長もあるだろうし、はい、終盤上で上げてきた平とか、あの、まあ、平井が今年80何試合投げたんで疲れ具合はね、はい、気になるところですけど、そういったところの投手陣も多分さらに厚みをね、はい、増すだろうと。でその中で、あの今年成績を上げた金子が、来年秋山がいなくなった代わりに1番をしっかり務めれるのかっていうところもあるし、はい、オリックスがね、うん、AJ が入ったりとか、はい、そういった、あの、なんていうんですか、山本とか山岡とかの今年成績残したやつ、はい、でディクソンが途中から抑えになって、はい、うまく中継ぎ陣も回り出したっていうところもあるし、だからあのパ・リーグこれあれですよね、全部チーム言うとかないとまだ角が立つだから、まあ、日本ハム、はい、まあ、日本ハムはドラフト戦略の時にね、はい、言いましたけど、うん、そのすぐ使えるナイス社会人のピッチャーを取って、うん、なんとかピッチャー陣を厚くしようと思って、今年、で今年ショートスターターとかで、はい、まあ、結果うまく回らなかったとしても、うん、それを叩き台にして来年さらにうまくなる、うん、その起用法とかうまい戦略をね、はい、栗山流の戦略を立てて、あの勝負に来ると思うんで、はい、いやパ・リーグ本当面白いですよね。いや、もう私楽天対ロッテとか、なんかロッテだった選手が楽天にいて、楽天だった選手がロッテにいてっていう、その状況での対戦、今もうめちゃくちゃ楽しみですよ。楽しみですけど、はい、多分三木もそうだし、新監督、はい、三木新監督もそうだし、井口監督もそうですけど、はいはい、あのプレッシャーは多分半端ないと思いますよ、ね。そうでしょうね、こんだけ選手の補強をやらないでやって。DM でもね、石井慎もそうだし、ロッテだった松本本部長もそうですけども、はい、その本当に動いてお金使って、はい、
最低でも今年の順位から下がれないですよね。そうですね。だからプレッシャーは多分すごいと思いますけど。いや、そうですよ。だって監督を平井さんから三木さんに変えてるところもありますからね。そういったところで、うん、まあ楽しみは多いですけど、はい、開幕まで、はい、なんと、はい、あと、はい、3ヶ月。